今回は7月の14日にいらして、その時点でもう芸術祭は中止ですっていう話がその7月に始めて、そして9月になって、お話が来てからそれから制作を始めるものかって最初は思っていた。だけど実際に今回は芸術祭が中止になったから、形ばかり書籍のようなもので何か残すっていう形で、それじゃあ7月のお話の段階では新しく何か作るっていうことはしなくてもいいのかっていうふうに私は解釈して、そしてもし作るとすればどんなものを作りたかったかといったら、今2階に出してあるんだけれども、北海道のアイヌの一番昔に作られたおひょうの木の皮で織られた厚し織の反物が、あるわけ。そしてそれは私のボスの茅野茂が選挙のお手伝い、彼の師匠、参議院議員の選挙に出た時に彼の師匠をして、仕事をしばらく休んで彼のお供をして、北海道を2周、それから東京、沖縄までを何度か行くっていうんで仕事を休んでいた。そして選挙が終わった時に先生とお母さんがうちに来て、厚紙の反物を一旦お礼に持ってきてくださった。その反物が20何年前にいただいたものがあって、それは着物を作って100万ぐらいで売れるだろうから着物を作って売りなさいと言っていただいた反物なんです。だけどどうしてもその着物という感じにはならず、26年も持ってました、その厚紙の反物を。そして今回のコロナのこともあって、何か今まで作ってたものと別なものを作りたいっていうのが、その厚紙織を使いたいっていう考えになって、アイヌのもともとあった木の皮で織った織物、元祖着物のものということね。もともと布地がなかった時代には木の皮を織って、そして作ったもの、その反物がある。そしたらそれを使いたいって私は思ったわけ。その厚紙の反物を使って着物ではなく、それを4等分にして、そして着物とは違う平面のもの、厚紙織の布、それに藍染めの濃淡で作りたいっていう構想があった。そして今回そのお話いただいた時に、作るんならそれをやりたい。そしてこの先まだ後の質問にも出てくるけれども、いろいろそのルーツだとか何かということを考えたら、元祖アイヌの織物、それを使うことが自分にとってはそのいいのではないか。そして人様に見ていただいた時、これはもともとのアイヌが初めて、もちろんその前に樹皮、動物の皮というのもあるけれども、木の皮で織ったもの、これを使ってそれを着物ではない壁掛けにして見ていただくというのがいいのではないかっていうふうに私は考えて、だけどそれはまだ反物を4等分にして待ち針で留めて2階に掛けてあるだけで、作業はまだしてません。そして今は9月の30日で、このあと2ヶ月12月までの間に、少なくとも形ばかりを見られるような形に仕上げたいと考えている。私の考えたイメージの厚紙織の着物ではない壁掛けを。そしてそれが写真に撮ったりとか作品として出せないのであれば、これはもうかなり前に作ったものだけれども、これにも関してスピリット・オブ・アイヌというそのスミソニアンで展示をしたあの壁掛けも、ここで生きようとする、そのタイトルのことも考えたら、それも合うのではないかという思いがあります。それも見てもらいたい。これはもう以前によそで掛けたものです。だけど見る人が違ったら、同じものであっても全く違うと思うので、美術館にも掛けたし、見る人は見ているでしょう。
絵はがきで見ているかもしれないし、だけどあの作品もすごく思い入れのあるもの、心の内、魂を表現したものであって、だからそれ今回出そうとしているのは形になっていない厚のもの一つ、それからスピリットのタペストリー、この2点を考えてます。そして12月までの初めぐらいまでに形が一応見られる形になったら、もう一度見てもらえれば、見てもらえれば、こんな風構想していたものにはまだ足りてないけれども、だいたいこんなイメージで考えてました。これが元祖アイヌのルーツ的なものをイメージしたものを形になったらもう一度見てくださいと思ってます。私の根っこにあるものは北海道で生まれて、そしてアイヌだっていうことが私の根底です。それを切り離してものづくりはできない。私の作るものはほとんどにおいてシマフクロウだったり、森だったり、自然界のものをイメージしたものはものです。大体において、もしくは文様、アイヌ文様という形で文様というタイトルをつけたものも何点かあります。だけどルーツとしてはアイヌ文様、一番最初の仕事を始めたのはアイヌ文様の着物です。復元、復元あってこそものづくりができるんだという考え方を持っているので、復元ができなかったら復元できずして創作はないと考えている。今壁掛けを作ってデザインをして、そしてイメージをして、かなり風景的なもの、自然界の風景的なものを作っているけど、もともとは着物から始まりました。もともとは着物、元祖アイヌのものは着物だから、着物が縫えなければアイヌの女の精神としては欠けると思ってる。だから復元がまず第一、そして着物を一番最初にやって、そこから初めて自分らしさを出すために壁掛けの創作というところに行ったのであって、そしてその初めて作った壁掛けは1987年、今は白老にあるウポポイにかかってます。30何年前に初めて作ったもの、それは全く今の考えている私の作っているものとは違います。いわゆるアイヌ模様から来た、あ、これは見てすぐ誰が見てもアイヌ模様だと分かる壁掛けです。だから30何年前はそういうものを作ってました。そしてその後からどんどん自然界のシマフクロウの飛ぶ様子、北海道の森の中、木霊、そういうふうにイメージを別なものに、自然界の中に移して、模様だけの壁掛けでないものを今やろうと、やってるところです。そしてまた話が戻るけど、この厚のものも、それもやっぱり原点に戻ります。アイヌ模様らしいものを今回もやるんです。だからこのルーツというのは、私のルーツは根底に北海道生まれアイヌであるという、それを抜きにしてものづくりはできない。私のルーツはこれにあると思ってます。ここで生きようとする、ここはね、8月にここの小樽の今住んでいるところ、この家は8月に見ました。どうしてこの家を札幌から小樽に越してきたかというと、先生が国会議員になった時に4年間東京に来てくれという話があって、そしたら4年間札幌のマンションにいるのは厳しい、じゃあお家を買った方がいいっていう考えになって、そしてここに住むようになったのは、札幌市内を大通りから円を描いて30分圏内をびっしり探したけれども、1994年には私の買える金額のうちはありませんでした。もちろんマンションも。そしてそれだったらちょっと足を伸ばして小樽までも悪くはないか、 JR 乗ったら32分だし、そして小樽に足を伸ばして不動産屋に話を聞いたら、ここがあなたにぴったりのお家ですよと言われた。
海が見える広さ的にも女一人で買えるの金額のうち、それでここを9月の末にここに越してきた。そして26年経つのですが、ここで仕事をすること非常に快適です。快適です。雪の降らない間は非常に快適です。だけど一旦雪が降ると厳しいものがあって、だけど北海道の人間は雪の中で半年近く雪の中で暮らすっていうことは、その間物事をいろいろ深く考える、安易なものの考え方、サンダル履きで表には出られない、しっかり身支度しないと外には出られない、パッパラパーの生活じゃここでは暮らせないっていうことは、重たくものを考える時間がここにはあります。軽はずみな行動ではここでは暮らせない、サンダル履きで冬は暮らせない、しっかりと身支度して外に行かなければいけない。だからここで暮らすっていうことは、深く物事を考えて創作ができる、できる。北海道に住んで小樽のこの海の見える家に住むっていうことは、私の創作活動においては非常に雪を除いて理想的です。ここに住むからものづくりができる、ここだからできる。これがもしかして別な場所でできるかって言ったらちょっと難しいなって思います。ここだからできる。仕事をしていて目を上げたら海が見える、仕事をしているしている目を上げたら海が見える、裏は林、そして朝夜明けの時、夜明けの太陽が出る時、それから沈む時、ここから見える対岸の右側は諸干別岳が見える。この風景は変えがたい。ここにいることが、ここに根を下ろしていることが、私の仕事創作において非常にメリットがあると思ってます、思ってます。考えられる時間もある。考えに行き詰まった時は表に出る、少し外を歩く、林の中を歩く、そうするとまた考えも変わるし、やっぱりこの自然界、海が見えて太陽の昇る沈む、お月様お星様、全ての見られるところにいるっていうのが、ものづくりにおいて自然界をタイトルにしたものを作る人間としては理想的だと考えてます。出展してくださいの話と中止になりましたの話と同時に聞いたわけであって、そうすると、あ、最初にも言ったんだけど、お祭り、芸術祭はお祭りだし、必ずこういうものに出展したらどこかで講演もしなきゃいけないかもしれないし、何かの会合にも出なければいけないだろうし、そういうのは絶対私嫌です、嫌です。今回は品物だけという形になったから良かったんであって、出展が決まった時もちろん嬉しいです。私は自分の作ったものをもう極力多くの人の目に触れてもらいたい、多くの人に見てもらいたいっていうのがまず 理想です。もちろん仕事だから購入していただく方がなければ成り立たないことだけど、まずものづくりとして見てもらうってことが先決。人に見てもらったらどんな反応があるかっていう、もうこれも全てものづくりの返ってくるものだから、見てもらわないことには話にならない。だからこういうお話をいただいて展示をする機会を与えられたことはもうすごい喜ばしいことです。展示の機会を与えられる、そのことだけで喜びです。そしてどういうふうな形かっていうのはその後からの話であって、ともかく見せる機会を持たせてくれた。もちろんこれからその2階の仕事場で見ていただく、それを自宅の壁にかけるのではなく、もっと公の場所で見ていただくと、同じものでも見る側の感覚は随分違うと思う。かける場所によって同じものだって全然違って見えるんだし、私は
大勢の人に見ていただきたい。そのためにこの話はすごい良かったと思ってます。特別その今回はコロナでなくても、私は不必要に外出をしない人間であって、内型人間なので、今回のそのコロナのことは外出することの恐ろしさと、それから人間があっけなくあっという間に死んでしまうっていうことに関して、日常生活で不要なものは一切いらない、必要なものは我が身が一番大事、命があってのことだっていうふうに考えて、必要なものと必要でないものって、まずコロナの影響で物を買わなくなったことがまず一つですね。お買い物、日常生活の食事の支度のものは買うけれども、その他今までに必要と思っていたものを全く買わなくなった。そして一番大事なことは、うちでできる仕事を持っているということが、そのコロナの影響を全く受けずに済んだ。お勤め人で毎日出て歩いて人混みにの中に出なくて済むのがものづくりで、うちにいられる。だから今回のような状況でものすごく大変な人がたくさんいる中で、自分はそのうちで仕事ができるなんて本当に恵まれてる、だったらなおのことちゃんといいものを作って見せなければいけないっていうのが、今回のこの1月から今までの間感じたことです。